おはようございます。サラリーマン J さん、売上実績なんですけども、セルフバック単体で売上を追っていくのはね、すぐに限界来るんですよ。案件のいいやつから順番にやるじゃないですか。そうするとやりにくいのがずっと残って、やりにくいのをやるともっとやりにくいのが残るんですよね。もちろん ASP をもう多岐にわたって渡り歩くっていう方法もあります。例えば私は40社 ASP をやっていましたけども、でもやっぱりね、セルフバックを中心として売り上げを立てるんだったら、セルフバックをね、教えることによる収益、こっちの方が10倍楽で100倍儲かります。そしてもう一つはですね、セルフバック、例えば A8 ネットだとすると、 A8 ネットをやっているところの動画をどんどん上げて、動画概要欄に A8 ネットのアカウント作成リンクを作っておきますよね。そのリンクから新しい A8 ネットの会員さんが生まれると500円ずつ紹介コミッションが入るんですよ。ポイントサイトも同じですけども、こうやって新規のポイントサイトとか ASP の会員さんを募ることによって、収益を得るっていう方法が2番目に有効な方法です。で、3番目に自分もやっているってことなんですよね。ですんで、セルフバックだけをね、一生懸命ね、案件探してやるっていうのは、上手にやればできるんですけども、ただほとんどの場合は挫折しちゃうんじゃないですかね。すごく作業が多くて金額低いのがどんどん残るみたいなね、チキンレースみたいになっちゃいますから、だから誰にその A8 ネットなりポイントサイトなり、そういったセルフバックという、セルフバックのやり方という商品を売っていくかということになります。当然集客もいりますよね。だからそうですね、A8 ネットなりポイントサイトなりをやってみたみたいな動画を作るっていう方法も一つじゃないかなと思いますね。あとは A8 ネットとかポイントサイトのトラブル Q&A みたいな動画を作っていくって感じですね。これだと一貫していてファンがつきやすいということがあります、ですから、一人でビジネスっていうのは一人でずっとやってるようであって、多くの人の力を借りなければ実績を膨らますことはできないんですよね。ですね、周りの人にどんどん知らせていくってことが必要なんじゃないかなと思います。となると周りの人に対しては顔出しになるんで、顔出しをしないで稼ごうと思うとかなり時間もかかるし、面倒くさいし、儲かりにくいっていうことのそのまま一つの要因になるんですね。はい、それで Amazon アソシエイツも組み込んでということですね。なるほどね。結構きついですよ、やっぱり。Amazon アソシエイトの場合はロングテールって言って、ここ1ヶ月2ヶ月の売り上げにはならなくても、その動画を置いとくことによって来年再来年3年後5年後10年後も検索により売り上げが見込めるっていうのが狙いですから、それこそね、 Amazon アソシエイトの案件が100件200件とか積み重なっていくと徐々に売り上げが出てくるって感じです。で、再生数を上げる動画を上げていくことも考えているということですね。再生数を上げるんでしたら、今回2月3月は、あれですよね、総務省接待問題の話題を出していかないといけなかったでしょうね。政治系っていうのが最も関心が高いんじゃないですか。選挙とかね、自分たちの暮らしに関わることとか、それから新年度予算とか、もう全部これ過ぎちゃいましたけども。で、動画を撮るために、話し方とか自分の声ですね、これはね、いろいろ聞いて感想もありますけども、すぐにうまくいきましたってことはないです、これはね。で、私がアドバイスします。うまくいきました、もう問題ないです、ことないです。これはね、ずっと動画をやる中で鍛錬されていくんですよね。どういうふうに話せばいいかとかね、どのような組み立て方でトークを持っていくかとか、もちろんテクニックはあるんですよ。あるんですけども、すぐにテクニックも身につかないです。
まあ、例えば結論から話して起承転結って話ね、結起承転結っていう持っていき方とかね、それから抑揚のつけ方とか、あと無言の使い方とかね、こういうの一つ一つあるんですけども、じゃあそれをマスターしますかって言ったら、それまたしばらく時間かかるんですよ。何回も動画を撮っていくってことにもなりますしね、まあ、今のままで十分じゃないですか、トークは、うん、このレベルで普通の人が話しているように話す YouTube に集まってくる視聴者さんがファンなんですよ。タレントさんみたいに鍛錬を重ねて上手になったところに集まってくる方、それもいいんですけども、それはちょっとね先の話になります。今のトークレベルで来てくださる方を大切にすればよろしいかと思います。で、上手になるかどうかは徐々にしかなりませんし、それで OK なんですよ。説得力ないわーってのはなんでかというとですね、例えを用いないからかなと思いますね。仮にあなたがこれを手にしたらこうなりますよっていうようなね、商売の時はその商品を手にしたらあなたこんな未来が待ってますっていうことをワクワクさせる必要がありますよね。メリットとベネフィットっていう話だけしておきましょうか。メリットっていうのはどんなに、いいことがあるか、どんな改善がされるかってことですよね。メリットがありますよと。で、ベネフィットっていうのはその改善によってどんな利益をもたらされるかってこと。ここまで話すと、あ、じゃあ欲しいなってことになります。その後で価格です。で、メリット、ベネフィット、価格ですよね。そういうような順番で話していけばいいんじゃないですかね。それだけは今日は話しておこうかな。はい。では本日は以上です。